日本の貝塚一覧は、日本に所在する貝塚の一覧である。2012年の文献によると、青森県の貝塚は65箇所。縄文早期から前期のものが多く、分布は太平洋側に多いが、下北半島、道の区湾沿岸、日本海側にも分布する。日本海に面する秋田県内では確認された、貝塚の数も少なく以下の通りである。 赤川の河川変更工事中現在の川口付近に出土したらしいが報告すると後期が遅れるため、現在は川の底1989年の文献によると宮城県の貝塚は325箇所で千葉県と茨城県に次いで多い。現代では海に面していない栃木県、群馬県、埼玉県にも縄文時代早期末から前期には海が入り込んでいた。 そのため、貝塚が存在する。渡瀬遊水地周辺には貝塚がある。埼玉県には100カ所以上の貝塚がある。縄文海進で、最も海面が高く奥東京湾が広がった。縄文前期のものが多く、縄文中低後期の貝塚は、前期よりは少なくなる。国指定史跡となっている貝塚も4つある。千葉県には、 およそ700カ所もの貝塚があり、日本の貝塚のおよそ1、4が、千葉県にある。千葉県では12の貝塚が国指定史跡になっている。東京にはおよそ100カ所ほどの貝塚があるが、開発で隠滅し、詳細不明な貝塚も少なくない。神奈川県立歴史博物館編集、神奈川県貝塚地名表2008年によると、 神奈川県内には小規模な痕跡や歴史時代のものまで含めて292箇所の貝塚があるとされている。神奈川の貝塚は特に横浜、川崎に多いが三浦半島や湘南、清湘にも分布する。恩賀川、流域、糸島半島沿岸を中心に貝塚が点在する。恩賀川、流域糸島半島。 ありがとうございます。